僕の勝ちだ、ベアトリーチェ。お見事ですよ、カノン。あなたの奮闘により金蔵の研究の正しさが一つ実証されました。人の心はあらゆる可能性を秘める。いやはやこれだから人間は恐ろしい。あっぱれであるぞ、カノン。そなたは勝利した。見事だ。大丈夫、カノン君。見事であるぞ、カノン。実に見事である。わらわも少しは番狂わせを期待した。それを裏切らぬとは。そなたはまことに素晴らしき家具であるぞ。見直した。正直見直したぞ。約束を忘れてはいないだろうな。もちろん忘れてはおらぬ。魔女も悪魔も非道ではある。だがしかし契約に限っては人間など及ばぬほどに高潔だ。わらわは保護にはせぬ。そなたが勝利したなら13人の生贄を逃れることができる5人を自由に決める権利を保証した。ベアトリーチェ様、私はまだ敗れたわけでは。お嬢様、さすがにやりすぎでは。それもそうであるな。許してやるか。もはや許したぞ。さてカノン、続けようではないか。何をだ、まさか彼女にとどめを刺せとでも言うつもりなのか。ああ、違う違う、まだ終わっちゃいないだろうが。何をだ、はぐらかすな。わらわは確かにそなたと約束したぞ。わらわの家具煉獄の七杭を打ち破ったなら、とな。さあさあおいでなさい、煉獄の七杭、不甲斐なき長女の六人の妹たち。Thank you.
して床に這いつくばってるの？お前たち。だからお姉様はダメなのよ。長女を偉そうに名乗るくせに上っ面だけなのよ。まったく、ルシファーお姉様一人の集体が私たちへの評価を下げるのよ。恥を知りなさいな、この未熟者が。くっ、タロン君、すごいすごい。でも、いい気にならないことよ。ルシファーお姉様なんて威張ってるだけで姉妹の中じゃ大したことないんだから。だからルシファー姉は何もしなくていいといつも言っている。お姉様は威張ってだけいればいい。荒事はすべて優秀な私たちで片付けるのだから。お姉様どうする？私たちはお姉様のプライドを尊重して、そのボロボロの体で再び挑むのを期待して手出しをしないつもりなんだけれど。でもカノン君は強いわよね。今のお姉様じゃもうどうあがいても勝ち目はないわよね。お前たち。やれやれ、いつも賑やかな姉妹たちであるが、今は仲違いをしている場合か。そなたらは7人揃ってこその煉獄の7姉妹であろうが、仲良くしてわらわの仕事を遂行せよ。迅速に。ねえルシファーお姉様、私たち妹の力が借りたいのよ。言ってよ、お姉様の口から助けを求める言葉が聞きたいの。私をこれ以上苦労する気か。愚かで弱で見苦しくて情けない。この長女のルシファーをどうか妹の皆様お助けください。ねえ聞かせてよ。それを聞かせてくれたら助けてあげる。それでいいわよね、みんな。お前たち、おのれ。私がそのようなことを口にできるものか。早くせよ、どうせお前一人では拉致が開かぬわ。早く七姉妹にてカノンを撃て。ソラ、どうしましたか。ルシファー、お嬢様の命令です。ひどい。情けない、情けない、この少女ルシファーを。どうか、もう十分だろう。さあ姉妹たち、我らの力を見せてやろう。私は全部聞かなきゃ満足しないわよ。ほらほらお姉さま、続けてよ。もう十分よ。さあこの屈辱は姉妹全員の屈辱、生かして返しはしないわよ。さて哀れな家具をどのように遊んでやろうかしら。素敵な提案はある？ベルゼは仲良く7人でカノン君を分けっこしたらいいと思います。良い提案だな。それでなら姉妹でみんな仲良しだ。なら私頭部ね。手足はあんたらにあげるわ。やだやだ、ダメ、私が頭なの。
そんな約束意味があるわけないでしょ。早い者勝ちに決まってるわ。どんな殺され方がいいか、カノン君に提案があったら教えてね。七姉妹で、とびっきりの殺し方をしてあげる。くそ。ここまで恥をかかせたんだもの。八つ咲きでも足りない。百咲きにしてくれる。行くよお前たち。お姉様。遊びたいのよ。なら私がもらうわ。いただき。ベアトリーチェ様、シャノンを私たちの獲物にしても。ん、ああ構わんぞ、好きにしろ。お前たちの悪事気にはカノン一人では足らなかろうしな。ありがたき幸せ。さあ、シャシャリ出てきたことを後悔させてやろう。どっちがどっちかわからないくらいの肉片にして、混ぜて混ぜてミンチにしてハンバーグにしてあげる。バカね。それよりあの結界を破る方が先でしょうか。食い地より先に仕事しなさい。はい、お姉さん。君の結界ではその子たちを防ぎきれないことは知っていたでしょうに。なぜ見過ごせないからです。シャシャリ出なければ眠るような死を与えてやったのに、なぜわざわざ七姉妹の前に身をさらすのか。死は同じではないぞ。苛烈な死は死してなお苛なむぞ。どうぞお好きなように、あなたがしたいことを好きにするように、私もしたいことを好きにしたまでです。どうにもそなたはこのところ面白みに欠けるな。恋というやつは達するかどうかのあたりが一番面白い。
達してしまった後の女はさながら産卵を終えた鮭のごとしか。そなたにはもう飽きた。ありがとう、魔女から聞ける言葉で最も嬉しい言葉です。ならせめて最後にわらを思いっきり喜ばせる死に方をしてみせろよ。七姉妹よ、聞こえたな。シャノンの殺し方、お前たちの残虐の限りを見せてみよう。シャノン、申し訳ございません。やはり私にはレンジ様の高みには至れませんでした。姉さんはバカだ。僕なんか放っておけば姉さんまでひどい目に遭うことは。ううん、いいの。ジョージ様に指輪をもらって女として生きられたあなたをかばって姉として生きられた私のせいは全てこれで未練なく全うした。なあ、イライラするぜ。その達観が本当にイラつくぜ。だから家具なんだよ。お前からは人間の匂いがしねえんだよ。わらわを見ろよ。わらわこそ人間だろうが、家具のくせにわらわよりも完成されたかのような、達観したかのようなことを言うんじゃねえ。醜い、その未練があなたの正体なの。未練じゃねえ、それが生きるってもんだ。指輪もらったから死んでもいいとか、ああ理解できねえ。さっぱりがっかり、愕然、呆然、全然ダメだぜ。お嬢様、少し品がないかと。うるさいわ家具が。シャノン、楽に死なせてもらえると思うなよ。舌を噛むなら今のうちだ。哀れね、もしも私の目にあなたのその姿が映って、それが見えるなら己が醜さにおののくといい。安心しろよ、てめえはそれよりさらにめちゃくちゃぐちゃぐちゃに生きながら醜く潰してやるからよ。源氏様、